里崎チャンネル。じゃ。こんにちは。さて今日は何をやるんですか。今日はですね、全試合総チェックやってきたじゃないですか。はい、ここまでだから6、まあだから7、8、9、うん、まあ約3ヶ月。はい。やってきましたけど、その中で週間ベストナイン里崎的選んできましたけど、はい、まあ、それで中間発表とともに、はい、この僕が全試合見て選んできたベストナインの各州の選手と本当のベストナインがどこまでつながるかっていう、はい、でも本当のベストナインってもちろんまだ出てないじゃないですか、はい、だから今の活躍具合とどのぐらい合ってるかってことですね。そうそうっていうのを取って中間発表で見て、はい、でここからどういう変化で最後誰が取るかっていう、はい、この数の多さと、うん、この里崎ベストナインに登場する人たちの数の多さと、はい、本当のベストナインとどこまで整合性あるかっていう、ああなるほど、っていうのを中間発表で、はい、まずパ・リーグで、パ・リーグから見ていきましょうか、はい、でも基本的にこの里崎的ベストナインは1週間の活躍、はい、基本、うん、でもインパクトあったら1本で取れるんですよ。そうですね、はい、あの一番最初の方の西武の木村選手の満塁ホームラン一発だけとか、うん、あとはあの先週の西武の高木選手のプロ入り初ホームランとか、はい、インパクトあったら僕が見てて、うん、トータル成績で悪くてもそれでノミネートできるんですよ、うん、だそこの整合性はありますけど、うん、結構難しいんですよ。結果出してれば入れるってわけじゃないんで、はい、あのインパクトに残らないと、うん、っていうところで、はい、ピッチャー、はい、まあね、ここにドワーって並んでますけども、はい、まあ、ピッチャーで複数回取ったのはパ・リーグなんと、はい、モイネロです。本当だえ、モイネロ選手だけですね。でも2個ね、はい、モイネロだけ、まあ、でピッチャーは、はい、そのね、もしじゃあ10勝しましたよりも、うん、完封1個しましたかの方がノミネートするじゃん。あ、確かに、はい、完投とか、うんうん、やっぱ完封とか、はい、あとは、まあ、7回でも0点無失点とか、うん、だからここピッチャーはちょっとね、あの複数回取るの難しいと思う。そうですね、はい、うん、やっぱりそのね、じゃあ涌井投手はノーヒットノーラン仕掛けた、はい、で内海は復帰戦でね、うん、あの6回0点とかいうのもあるし、はい、高橋光成もノーヒットノーランミスでしょ、うんうん、で、まあ、大島もいいピッチングとか、はい、あので中村もノーヒットノーランミスとか、うん、まあ、そういうのが組み合ってくるから印象に残りやすい試合だったってこと。そうそう、勝ち星が1勝とか2勝とかしなくても、うん、印象度に残ったらノミネートされるから、はい、ピッチャー難しいね。うん、でもボイネロです、はい、複数でも今のまま今年のベストナインピッチャー、はい、パ・リーグで考えると、はい、今だと今最多勝が誰かな、涌井投手止まっちゃったしね。今だと、最多勝は涌井の8勝まだ涌井投手か、うん、はい、だから涌井が筆頭だね。ヒット、そうですね。で防御率は山本の 2.84、 唯一の2点台。あ、やっぱ山本投手そんなにいいんだ。で102の奪三振っていうところで、だから今山本由伸が2冠、はい、最防御率奪三振、うん、で涌井も2冠、はい、勝ち星と勝率、うん、だから涌井と山本がね、そうですね、マッチレース、うん、でピッチャーね、やっぱ複数回難しい、はい、でもモイネロもいいよ。モイネロベストラインかな里崎的に言ったら、うん、あ、里崎さん的には、うん、現時点の、うん、あ、現時点のだすか、現時点の里崎的ベストラインの複数回回数でいうと、はい、ピッチャーモイネロになっちゃいます。そうですね今のでもこう成績見ても里崎さん的今、いや、モイネロはすごい、まあ、モイネロはすごいけど、はい、中継ぎでベストナインになるのめっちゃ難しい、ハードルが高いんですよね、やっぱり。だからそのベストナインはの中継ぎは難しいですよね。なんかベストナインとかそういうのに中継ぎもこう枠があればいいんですけどね。うん、でもまあ、そうだね、最多ホールドとかセーブになっちゃうじゃないですか。今だってモイネロはホールド1位だもん、29ホールドポイント。あ、そうなんだ。自責点5、防御率 1.31、 ダントツよ、ダントツ。そうですね、だから里崎的ベストライン現時点ではモイネロです。モイネロ、はい、モイネロ選手で、はいはい、で次、キャッチャーは複数回が、はい、甲斐選手と若月、はい、甲斐と若月が2回ずつ、うん、はい、あとはもう太田、柘植、田村、佐藤、甲斐、高谷、若月、宇佐美、はい。でもどうなのかな、今現状のベストナイン候補1位は、うん、はい、結局下位になるのかな。そうですか。他だって他若月選手はどのぐらいですか。若月、はい、最近あの伏見とかも出ててね、うん、スタメンのチャンスも減ってきてるから、はい、現状で言うと
太田も出だし良かったけどね。そうなんです。もう今は打率1割台だもんね。そうなんですよ。で田村は怪我でしょ、はい、でまあ佐藤は新人だし、今楽天は足立選手がね結構出てますし、で森がね今年ちょっとね不調なんで、そういったところではでキャッチャー難しいね。そうですね、うん、まあ、現状佐藤崎的ベストナインで言うと海藤若月だけどね。はい、どっちですか、まあ、どっちですか。いやだから今同時、あ同時ですよね。でもまあ今首位だから下位にしとこうかな。まあそうですね、まあ、まあでもこの動画出るときに首位かどうか分かんないけど、はい、今 0.5 ゲーム差、はいはい、なんでロッテねありますね、うん、勢いが。そう全然ある。だからまあ下位かな、はい、佐々木的で言うと下位選手で、はい、次、はい、ファーストファーストも鈴木大地7回。おお、まあ、でも鈴木大地はサードでも取ってるから、はい、あの複数ポジションで取ってる場合もあるから、はい、あでも一応多分ファーストで入ってる回数が多いからファーストで出てるのかな。そうそうそう。で、西武山川2回、はい、メヒア、うん、井上2回、栗原2回、杉谷、中田3回、これはもう鈴木大地はね。そうですね、ファーストは、はい、で今打率はやっぱりすごいじゃないですか。打率今4位だからね、はい、3割3分1厘、うん、まだ3割3分保ってるんだ。しかも最多安打だから、まあファーストは鈴木大地だね。はい、文句なしですね。文句、うん、で、セカンド、はい、浅村6回、うん、殿崎、で、渡辺日本ハム3回、はい、逆に言うと3人しか選ばれない。本当ですね。だから僕らは浅村だね。うん、そうですね。セカンド、はい、サード、はい、スパンジェンバーグ2回、レアード1回、安田1回、太田いたねー、オリックス今1軍にいないけど、ね、めっちゃ出てきた瞬間ホームランバンバン打った、はい、で野村、ああ野村もいい活躍、最初ね怪我したけど、はい、これ振り返るの面白いね、うん、そうですね今いないけどそうそう、あの時あの1週間頑張ってたみたいな、はい、でもそう考えるとスパンジェン、今の時点でもスパンジェンバーグでもこれ鈴木大地がサードパターンあるからね。あそうですね、本ちゃんは本番、はい、ベストナインはそうですね、サードを守ってるから、うんうんうん、そしたら鈴木大地サードのファーストまた変わってきますね。ファーストが中田とか、ああパターン中田ある、中田そうですね、うん、だからあれだね、うん、佐々木的にも、はい、中田ファースト、うん、だって3回だから、はい、でサードが鈴木大地だね、うん、そうですね、うん、今中田選手もホームランで、ね、うん、そうそうそう、でショートが茂木6回、あ意外と茂木選手6回、茂木だってめっちゃ打ってるよ、打ってます打ってます、3割あるでしょ。この間、サヨナラホームランもすごかったしな、ね、茂木今3割3厘、うん、6位打率、はい、サードも守ってるしね、茂木がね、うん、そうですね、で、小深田1回、はい、藤岡1回、オリックス足立3回、はい、大城1回、うん、これも茂木だね。そうですね、ショート、はい、お、いや、内野はピッチャーモイネロ、はい、モイネロだからねモイネロ、キャッチャー回、はい、で、ファーストが、中田、はい、でセカンド浅村、うん、でサード鈴木大地、うん、ショート茂木、うん、6点3人、まあ打ってるもんね、まあ打って、うん、打ってる打ってる、うん、でじゃあ次、ね、外野、はい、レフト、うん、これね佐々木あのチャンネルベストナインをレフトセンターライトって分けてるから、はい、外野一緒だじゃないか、はい、だからレフトはね結構だ外野がいっぱいいるんです、島内1回岡島1回、はい、ロメロ4回4回前半頑張った今出てきて、はい、今絶不調打率このえ、多分9月入ってから1割ないかもかんだよね。だって今打順に外国人選手今いないですからね。いない、はい、めっちゃいた、ね、ロメロ活躍した、はい、鈴木翔平、はい、ああ華々しいデビューちょっとこういうシリーズ今落ちてるけど、ね、ちょっとこうなってで、はい、中村晃3回、うんうん、で杉本これねあの中島監督に出てきてね、はい、で近藤3回、はい、もうこれ近藤選手ですか、うん、でも回数で言ったらロメロだからロメロになっちゃうね、はい、でも現時点でもまあじゃあロメロです、ね、そう佐々木さんの数の多さはね、はい、でも本当は近藤やと思う、うん、そうですよね、うん、あのでも数の多さで言うとロメロ、うん、でも多分こっから抜かれると思う、はい、ね、近藤にロメロ選手が復調しない限りは抜かれますからね、うん、はい、センター、はい、加藤翔平、うん、で荻野2回、はい、柳田8回おほほ胸1回もうだって柳田だから全部で12回やってんじゃない。そうですね、そのぐらいですね。これで多分だから柳田8回になってるところに宗と加藤が1回ずつ取ってるっていうことのすごさ。ああ確かに。これはね、うん、視聴者の人はね喜んであげてください。だからもうセンターも柳田だね。はい、そう、文句なし。ライト田中和樹、はい、木村高木だからここらもう一発ホームランで、うんうん、マーティン2回、はい、吉田正尚、うんうん、
5回ライトは吉田だね。まあもうそうでしょうね。だからね、外野はね、ロメロ、柳田、吉田だけど、はい、本当は近藤、柳田、吉田なのに変わってきそうな感じですね、うん、そこ牙城、熱いよ。はい、なかなか。でも鉄壁ですよ。で DH、はい、栗山2回、バレンティン1回、グラシアル2回のデスパイル、うん、これはもう栗山のこっからの頑張り次第だね。最初すごい熱かったけど、ちょっとここに来て下げてるから、はい、2割8分8厘。だからグラシアルが前半いなかったからね、うんうん、ここがどうなるのかっていうね、はい、問題、どっちがこうなってくるかっていう。そうそう、だからグラシアルか栗山だと思うけど、はい、さんざきチャンネル的には栗山だね。はい、今のところ、うんうん、だこういうさんざき的パ・リーグ、はい、ベストナイツ現状。そうですね、これで最後までね、どこまで。だから何気に数多いやつだけでやっても、はい、一緒なんじゃん、そこそこやっぱり。いや、そうなんじゃないですかね。うんうん、でもこれね、はい、今年ひょっとしたら、はい、そこまで調べてないから分かんないですけど、はい、ひょっとしたら珍事が起こる可能性あるんですよ。どういうことですか。仮にね、はい、今今日の日までだと、うん、首位ソフトバンク2位ロッテ、はい、0.5 ゲーム差、うん、これロッテがリーグ優勝するじゃないですか、うん、リーグ優勝したのにロッテからベストナイン0人あるんですよ。あれ今誰がいました。誰も選ばれてない。ああ、本当だ。ってなった時にですよ、はい、じゃあキャッチャー、うん、今甲斐が候補ですけど、はい、やっぱり田村も怪我して、うん、今のロッテのキャッチャー陣でベストナイン取れる人間いないですね、はい、でファースト、うん、まあ、井上誠也ですね、はい、でも中田がもしホームランを取ったら、うん、もう中田が絶対選ばれるじゃないですか、はい、でセカンド浅村、うん、で中村翔吾ですね、うん、それなかなかきついですね、はい、でサード今安田、うん、頑張ってますけど、うん、鈴木大地の3割3分ぐらいには勝てないでしょ、うん、でショート藤岡、はい、でも茂木のあの3割以上のバッティングで考えたらそっちになるけど、はい、で外野、うん、近藤柳田吉田、はい、ちょっと崩きついでしょ。崩せないですね、はい、だから、うん、きついんですよ。いやでピッチャーも、はい、あのいいですよ、うん、でもやっぱこのタイトルに絡んでくるような選手はいないわけですよ、はい、今一番勝ってるのがどんなになりますか。ロッテってまずね、はい、石川だね。あ、6勝2敗勝か、まあ、防御率 3.81 だから山本と1点以上違うから。あ、そっか、まあ、でもこっから勝ち星をもう連勝に伸ばして重ねていくしかないけど、うん、だからもし、はい、だから優勝してベストナイン0人は、はい、聞いたことないの。ないですね。いや、うん、でもそれってすごいことじゃないですか。そう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 、逆にね、逆にすごい、はい、いい意味でね、はい、だからそれがどうなるのかを何気に注目してるんですよ、うん。いやー、ロッテ総合力すごいですね、うんうん、やっぱここね、このベストナインがどうなっていくのか、うん、はい、一応ね、これです、はい、これまでの数でいうと、うん、でも、ロメロの尻すもみ感が否めない。はい、ちょっと今もうスタメンじゃないんで。でもそう考えたら、やっぱ楽天打ってるね。そうですね、打つのはね、はい、でもちょっとイネピッチャー陣もちょっと頑張っていただいて。そうですね、もうちょっと上に行きたい、うん、だからね、皆さんもコメントなんで、はい、現状のねベストナインを自分的ベストナインコメント欄に書いてもらって、はい、今こうであと残りシーズンでどう変化していくのかっていうのを楽しんでもらえれば、うん、なんか統計取れて面白いんですか、はい、はい、じゃあパリーグ編でした。